ようございます。おはようございます。出た、私です。はい、変なおじさん。知ってます、私も変なおじさんは。本日はね、なんとアプリをやります。久しぶり。みんなアプリのこと忘れないで。忘れてね、俺らだ。忘れてるわけじゃないんですよ。面白いアプリを探してね、100万にしてたわけですよ、はい、で見つけちゃいました、面白いアプリ。何、もう本当私が超絶今ハマってるアプリなんですけども、キングラビットっていうね、はい、アプリなんですよ。キングラビット、そう、ちょっと音がもうね流れてるかな、はい、これちょっと PV を見てもらうんですけど、すげえスタイリッシュな音が流れてる。そう、スタイリッシュでしょ、うん、この白い王子様のウサギちゃんを操ってですね、フリックで操って女の子のウサギちゃんを助けるゲームとなっております。もう助けるとかそんなレベルのなんかあれじゃないんだけど。じゃあキングラビットなの、王子様なんだ、いきなり。あ、そう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 、間違えた。王様なの。どっち、王様、王様。そう、まあ敵からウサギを救いなさいで、まあちょっとやってみるとね、早いからやってみましょう。はい、もう私結構進めちゃってるからあれなんですけども、ちょっと見して。ほんと簡単、このスワイプで移動、これ。あ、スワイプね。そう、スワイプだけです、これは。はいはいはい。まっすぐ行けるじゃないんだ。こうアイテムとかがあるんで、みたいなの取んなきゃいけないんだ。そう、アイテムとか取って、まあ、行くとこう集められるよねっていう。はいはい。でもまあ簡単そうに見えるけど、そう、最初はねめちゃくちゃ簡単なんですけど、どんどんギミックが増えるんですよ。これなんだ、ちょっともうちょっと簡単なところからやった方がいいな、10ぐらい行くとこうやってどんどん、なんかもう変なのあるけど、ギミックが増えるんですよ。何あれ、これ何、これスイッチ、これね、ちょっとまあこうやって壊したりとか、うわあれなんかカッターみたいなのが回ってんだ。そう、こういうのね、それ今スイッチ止めたのね。そう、止めたりして、こう、何が飛んでる、あ、毒に感染して、ほら、あ、死んじゃった。えぐい。毒とかの、そう、毒とか、今上に緑を飛んでるじゃないですか、あれは毒なんですよ。こういうのをちょっとね当たらないようにとか、このカッターで壊したりとかして。なるほどね。おお、ちょっとね、うわ危ない、危ない、ちょっとどうすればいいんだろう。それなんかスイッチじゃないの、そのこの下のやつ、下のやつ、あ、逃げて、あ、今うまくね、そういうことか、そう、逃げられていいんですけど、今アイテムを取ってなかったんですよ。まあこれちょっと私一回取っちゃってるからもう埋まってるけど。ああ、なるほどね。まあこんな感じでちょっと、で今私が積んでるところをババゾノさんと一緒にやりたいんですね。なんて、そう、分かった分かった、いいよ。もうね、分かったでしょ、だいたいルールは。分かった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 。今ここなんですよ。何これ、意味が分かんないでしょ。うん、まず、意味を分からせます。はい、この穴はね、これ入れると、ああ、周回移動してくれるんですけど。ああ、また帰ってきてんだ。そう、なんか入れる方向によって瞬間移動する、ほら、ああ、本当だ、こんな風に変わるんですよ。ああ、そういうことね。で、どうするのっていう、この先に進めないんだ。そう、なんか下になんかない、それ爆弾みたいな。そう、この爆弾はですね、なんかこうやって触っていると、あ、ちょっと待って、はい、おお、あ、あれ、私これできた、あ、間違えた。間違えた、あれ今どうやって進んだ、あれ、お金取って、うん、で爆弾で、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、時間問題がある、これ時間問題がある、あー、惜しかったね。あれ、あ、でもこれやられた瞬間にリセットされちゃうんだ。そうなんですよ、だからあの本当に気をつけて行かないと、うん、はいはいはい、あれ、それお金の、あ、いいのか、どっちみちそこに置くからいいじゃん。あ、いいのか。でもね、今ちょっとここで問題なことがあるんですよ。ここまでは普通に行けるんです。で、今この木のところ光ってるの分かります、こっち側。あ、光ってるね。これを爆弾で燃やしたいんですよ。じゃないと、これを爆弾で燃やせばお金というか、なんかが手に入るんですよ。このキラキラしてるものは何かアイテムが隠れてるんですね。でも今のだったらいけるんじゃない？いけない。あ、ほら、あれ私アイテム手に入った。これじゃあしか、ちょっとあのダイヤが手に入るんだ、ダイヤ。課金アイテムが手に入ります。体のね、鍛えるのも大事だよ。これあれでしょ、出会いのやつでしょ。そういうこと？本当だ。ちょっと、出会いじゃないわ、あの。出会いがないからってすぐそういうことがある。あ、これ初めて？これ初めて、ここから初めてなんで、ちょっとババゾンさんも触ってください。いや、もうこれむずいじゃん。ちょっと待って、これ。やろ、もうあえて難しいところに挑戦するね。何これっていうのがいっぱいあるんだけど、何これ、まずこれ何、これは鍵がないと開かない宝箱みたいなものです。下燃えてるんでしょ、なんだろうそれ、設計、あ、そうすると上のトゲが
出たり入ったりしますね。なるほどね。この爆弾みたいなのがもうあるからそれなんとしないといけないのか。トゲの 横にタイムワープがありますよ、うん、入れるのこれ。入れます。あ、下にいた。おーおー、なるほどね。なにこれ、ちょっと待って、むずくない。でも爆弾は右にやってもいいのかな。確かに。おー、逃げて逃げて、危ない。あ、鍵だ。でこれも取って、取ってですね、いいですね。で鍵を当てる、ポン。何が入ってんだろう。あ、箱。あ、箱でもこれ落とすしかないよ、ね、落とすしかないですね。あ、でもそれ、あ、こっちからいけるのか。あ、おおおお、え、危ない危ない。びっくりした、びっくりした。あ、でも揃った揃った揃った、キクリアだ。あ、中間だ。なんかね、結構あの難しいやつと簡単なやつがごっちゃしてます。なるほどね。これ次のやつでいいの。これ、あ、次のやつで大丈夫です。早送りみたいなやつで。なるほどね。分かると楽しいかも。分かると楽しいし、この、うん、これは床が落ちちゃうんですよ。一定の時間が過ぎると落ちちゃうから、早く行かなきゃいけない。そうそうそう。ディン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 。あ、危ない危ない。あ、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 どっち行くの、どっち行くの。あ、あ、あ、なるほどね。これはでもあの初見殺しな感じありますね。はい、よし、どうや。あ、でもコインを取ってない。あ、あ、ほら、そういうね、甘いですね、爪が。そういうのもあるんだ。そういうのもあるんですよ。一緒に飛ぼう。ナイス、オッケー。あー、危ない。あ、ダイヤがある。でもね、奥の行きたいですね。でも行くとね、ダメなんだよな。超絶早く行くしかない。ささささって帰ってこれなくなるんだ。それ行けるかな。これしかできない。でもこれでいいか。まあまあまあいいでしょう。危ない。ナイス、ダイヤ手に入れて、ありがとう。危ねー。ちなみにこのダイヤはあのヒントを買ったりとか、このウサギちゃんの見た目を変えることができます。なるほどね、うん、うわ、毒いっぱい飛んでるやん。やべえな。あ、毒のこの変な箱は落とすことも一応できます。あ、落ちた。だから落とすのがこれ良さそうですね。この上乗れるから。いいな。あいつ何なんだよ。一応撃ってんだ、こいつまだ。あ、足りない。いや、これをこうやって。おお、あ、危ない。でくんだろ、こうやって。おお、ナイス。あ、ほ、あ、お、びっくりした。おお、ちょっと意味分かってなかったけど。意味は分からなかったけど、今のが正解だったんだ。あ、今のは毒のやつがあいつを撃ったのか。あ、なるほどな。あ、そういうことか。あ、そういうのもあるんだ。なるほどね。そう、ヒントが手に入りました。このヒントはですね、うん、まあ、課金アイテムなんですけども、こうやってステージを進めるごとになんかがこのコインみたいなの集めるとちょっと手に入るみたいなんですけど、うん、で今このファイヤーになったこの王冠みたいなの取ると、あの火属性になります。これむずくね。え、じゃあね、どういうこと。火属性になることができるんですけど、ちょ、あれ抜けれるの。あれ、けど、あ、あ、そういうことね。はあ、なるほどな。いや、これ何、ずっとこの状態。あ、一旦これボーンってやって、ボーンってやったとこ行って燃えてですね。この火のやつはもう一個同じなんかクラウンのやつを手に入れると、あの基本は、あ、ダイヤ、ナイス。あ、アイテム取れた。あ、一個忘れてますよ。1個ないじゃん、どこにあった。ちょっと戻ったところにありますね。じゃあもう一回行こう。もう帰りましょう。まあ、もうね、道は分かるんで。うん。あれ、どれだ。あ、そうです。あれ、あれ、反応しない。バグった、バグった。もう一回落とすか。ちょっとね、バグりやすいのかな。いや、これ結構ハマりません？なんかね。すっきり、なんかやれるとすっきりして。そうだね。なんか気持ちいいよね。気持ちいいし、そう、ウサちゃんがちょっと可愛いんですよね。うん、そこがまたいい。あ、ダイヤがまた手に入るぞ。燃やす。どこにもう一個ある。下です、下下。あ、これか。で、ダイヤちゃんが戻ったらありますよ。あ、本当だ。なんか一回クリアしてもちゃんとクリアするまで、うん、今みたいになっちゃいますね。へ、うん、おー、いいね。ちょっとミクやってみましょう。いや、私プロですから、これ言っときますけど。もうこれプロですから。さっきは積んでたって言ったじゃないですか、それ。あ、木も燃やせんの。木も燃やせますよ。すげえ、強いな。ベーン。これもうこのファイヤーになると何でも使えるから、あの火のところ渡っていけるから。あ、あ、
それだからはダメだったんじゃん、もう。はぁはぁなんて悲しき出来事だ。はよし、可愛いこのぴょくぴょくしてる感じでもね、ちょっとお亡くなりになる瞬間はエグいんだよな、ね、おぉ、もう、あぶねあぶねあぶね、これね、勢い余って落ちちゃうことが多々あるんで。そういうことね。そう。いや、これはいいなぁ。わかった。え、なになに？ここの、あ、でもこれどうやって壊すんだろう。爆弾は一つしかないよ。全部一発で壊せるやり方があるってこと？そうだよな。バカ。どこだ？あ、ちょっとこのヒントをちょっと一回見てみます。みんなの見たいでしょ、ヒントヒント見たいでしょ、ヒント見ちゃおう。するとヒント使った、ほら私についてきて、お待ちください。ほら何するの、一歩前に進んで、こっちに行って、こっちに行って、あ、ごめんなさいちょっと今のはわっ、こうやって、あ、ここに入ってるんだ。あー、もう全部教えてくれる。そう、こうやって教えてくれるんですよ優しみ、全部教えてくれる。そう、全部丁寧に、親切丁寧にこうやってほら、もう使ったら要するにクリアできるってこと。そう、絶対にクリアできるってことヒントっていうかもうクリア、もうクリア教えてくれるのだからこれあんまり使いたくないじゃない。まあそうだね。でも本当に積んだ時でもやっぱりアイテム全部欲しい、そんな欲張りさんにはこちらをねおすすめするわ。え、なになになに、これ何、どうすればいいの。あいや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 、ああえ、あっち側行きたいな。違う、後で帰ってくればいいんだ。はい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 、むずいやん。はい、おお、いいね。あほい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 、あーそこで死ぬ、あー悔しい、はい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 、あ、はいはい、いや、これリズム感大事だよ。はい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 、あーないよ、もうヒントは。あ、でもやることは分かったよね。分かったけど、はいはい、あ、あいやー、はい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 、あー痛い、はい、あのさ、なんかそのやられた後にそのカッターみたいなやつになんかその血のりついてるの嫌だ。嫌なんですよ。そう、あそこで死んだかバレちゃうし、あ、ちょっと静かに行くタイプですね。は、うわ、間違えた、もういいや。あ、そこ、そこ引くなっちゃったか。これね、難しいよ、みんな簡単に見えると思うけどめっちゃ難しいからね。なんか俺が引っかかったら安心して難しいよってね、みたいな。あ、あ、ここね、ここね、リズム感大事。あーあーあええよあええな、あれもう、いや、あそこね、あ、いいっすよいいっすよ、ここはね、もう上出来。あ、焦った、ちょっと早いよ、焦った焦った気持ち流行った、気持ち流行っちゃった。なるほど、ね、オッケー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 、なるほど、楽しいな、これ楽しいっすよね。あー、ナイス、いけた、いけたー、あ、10個も大当てに入った、やった、嬉しいババゾノさん、今日も面白い振りでしたね。うん、いや、面白かったね、これ。面白いでしょ面白かったわこれね、めっちゃハマってる私。あんなグロックする必要あると思う確かに、あの、でも一応あのダイヤで、あの、ちょっと死に方っていうんですか、もう変えられるんですよ、パップにしてみたいな、ポンってなっちゃうとかも、血でぐしゃぐしゃじゃなくてポンって、かわいいって感じ、ね、あとなんかウサギちゃんがポンポンポンって飛んだ後にこう追跡っていうか、なんか、うん、こうキラキラキラってするのもある。いい、そう、見た目だけじゃなくて死に方とかそういうのも変えられるんで、はい、ぜひぜひやってみてほしいですね、はい、うん、無料です。一応課金ありの無料です ね、よろしくお願いします、はい、ぜひぜひやってみてください。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お忘れなく。それでは明日の7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。